諸君、下水道に住み着いている人々ですら、警察とスパイダーマンとデーモンのカーチェイスのニュースは聞いているだろう。またしてもスパイダーマンが火に油を注いだ。教養豊かなリスナーも私に賛成しているようだぞ。こちら、J. ジョナ・ジェイムソン。はい、ジェイムソンさん。仕事に行こうとして引かれそうになりました。確かにスパイダーマンは誘拐された人を救ったし、それはいいことだけど、私も死ぬとこだった。君だけじゃない。だからあのマスク男は危険なんだ。警察は手を取り合って道路を封鎖し、タイヤをパンクさせるスパイクを撒いた。彼らはチームだからな。一方その頃スパイダーマンは自己中なスパイダーマンショーを繰り広げていた。危うく君はそのせいで命を落とすとこだったってわけだ。博士、パーカーちょうどいいとこに。さあお祝いだ。お祝い？あ、待って、アームはどこです？それすごい。でもどうやって？当該内神経ネットワークだ。神経伝達速度はなんとナノ秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーター。我々はついに成し遂げたんだ。信じられない。君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。 あれはまだテスト前ですよ。もし何か起きたら全て完璧だ。あ、ほら見なさい。これすごいな。でもエラー発見。電圧ノイズか。すぐ直せるはず。これでどうかな。ダメか。思ったよりひどい。安定するといいけど。ノイズの連鎖だ。これは直せないかも。頼むよ。最悪。博士、博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だがリスクなしで成功は得られん。この偉業を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分しただろ。今までずっと自分は出来損ないだと思っていた。だが今は違う。あなたは出来損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士。そうか。そうだな。だ、ほら行って。平気ですか？ああ、ありがとう。そのいろいろとね。グランドセントラル駅で行われるオズボーン市長の会見を生中継でお届けします。マーティン・リーは捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民は直に町の運命を変える決断を下すことになります。投票の際は今日のことを思い出してください。ニューヨークはより一層平和な町となったのです。嘘だ。今に目にもの見せてくれるわ。
マイルズは無事かな。ピーター。やあマイルズ、リーのニュース聞いてどうしてるかなと思って。なあ、あそこで働くのが嫌なら全然構わないよ。一瞬やめようかと思ったよ。でも父さんの言葉を思い出したんだ。ヒーローは決して諦めたりしないって。そうだね、それが正しい行いなら。紹介したのは僕だし、無理に君を縛り付けたくなくてさ。リーがしたことと、ここのみんなは関係ないでしょ。みんなを助けたいんだ。僕がここに残れば、父さんも喜ぶはず。きっとそうだね、マイルズ。僕も嬉しいよ。話し相手が欲しくなったら言って。ありがとう。行かなきゃ。オフィス用具のお使い頼まれてるんだ。またね。かっこいいな。